新潟県立糸井川高等学校新潟県立糸井川高等学校は新潟県糸井川市に所在する県立高等学校である。愛称は糸高。1903年に新潟県立高田中学校の分校を糸井川に設置する許可がおり、1906年に西首木国糸井川町大和寺町に仮校舎を建て授業を開始した。 その後、旧制の県立糸井川中学校として独立し、戦後の学生改革で糸井川高等学校となった。一方、糸井川には糸井川高等女学校が戦後を解消した糸井川女子高等学校があったが、1950年に両校は統合し、新たに男女共学の糸井川高等学校となった。 糸井川高等学校糸井川女子高等学校から徒歩5分バイク通学は届け出生一部の生徒のみ。同校の発表に基づき2017年度から2019年度までの3年度間における同校の卒業生の国公立大学及び公立短期大学への合格者数を大学の所在地域別に分類し一部を抜粋すると次の通りであった。なお、本表での 北陸地方とは、石川県、富山県、福井県の3県を指し、また、東北地方とは、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県の6県を、関東地方とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の1と6県を、近畿地方とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、 和歌山県の2府4県を便宜上指すものとする。必ずしも他者による分類とは一致しない。前例が新潟大学、または新潟県立大学である。前例が上越教育大学、または新潟県立看護大学である。長岡造形大学であった。前例が富山大学、または富山県立大学であった。両名が福井県立大学であった。 ありがとうございます。